のチャンネルへようこそ。どうも加藤ひなたです。はい、今日はですね、二重についてなんですけれども、よくコメントでひなたさんは整形ですかとか、アイプチしてますかとか、すっごいコメントでね聞かれたり DM 来たりするんですよ。なので今日はそちらについて答えていきたいと思うんですけれども、私はなんとこんな感じで、左目はもともと二重なんですけど、右目だけこういう感じでめちゃめちゃ奥二重なんですよ。もう本当に一重って言っていいぐらい奥二重なんですね。なので右目だけアイプチで癖づけるのと、まぶたの筋トレと、まぶたのむくみマッサージ、この3点で今二重にしました。ちゃんと綺麗な二重、なんか自然な二重になりました。はい、なので今日はこちらについてやり方を教えていきたいと思います。ということで、やってみよう。ひなチャンネル。はい、もともと私こんな感じで太っていたので、まあ痩せたのもあるかもしれないのですが、まずなんで二重になるか皆さんご存知でしょうか。まずそこから教えていきます。なんか上からだな。まあ、ちょっと説明したいと思います。まぶたをこうやってカッて開くときに動く筋肉のことを上眼瞼挙筋って言うんですけれども、この筋肉がまぶたにくっついて、その部分の皮膚が筋肉によって引っ張られて、折りたたまれることによって二重になるんですね。で、一重になる人の原因が上眼瞼挙筋の衰えによってかもしれない人もいるので、まず私はこれでまぶたの筋トレをしました。めちゃくちゃ簡単です。はい、その筋トレ法、まず1つ目。はい、まずいつもまばたきをしますよね。それを大きく大げさにする。カッて開いて大きくカッて閉じる。これを繰り返します。カッて開けてカッて閉じる。はい、これをします。そして2つ目はこれと同じ動作を上を見ながらする。こうやってカッて開いてカッて閉じる、カッて開きカッて閉じる。これでかなりここの筋トレになります。これね、ちょっと旗から見るとね、めちゃめちゃ変顔なので、お部屋の中でやりましょうね。で、次はまぶたのむくみ取りの方法を教えます。一重や奥二重の人はその脂肪の厚みでなっている可能性もあるので、これも重要になってきます。ここも良くなるので、むくみにくくもなるので、ぜひね二重の人もやってください。はい、まずここの3本ぐらいでこめかみを押します。軽く圧をかけてここを10回ほど回します。以上です。で、次にまたこの3本を使ってここの3点をくるくる回します。こういう感じですね。これを10回。 OK。 で、次またこの3本で眉毛のちょっとしたここの骨をまたここでくるくるします。ここも10回ほどで大丈夫です。 OK。 で、次は手のひら全体を使って押しながらこめかみまで持ってって、ここのリンパに持ってって、で、ここ鎖骨まで持ってってフィニッシュ。これを何回も繰り返します。はい、リンパマッサージはこんな感じです。めっちゃ簡単なんで、ぜひぜひぜひやってみてください。で、最後です。アイテープで癖づけるっていうのを私は夜にやりました。今はもうね、普通に二重になったのでアイテープは使ってません。なので今ね、手元にはないんですよ。で、もう写真で紹介するんですけど、私が使ってたのはこれです。ジュジューン、ワンダーアイリットテープですね。これね、めちゃくちゃ簡単なんですよ。メザイクとかノリとか使ったことあるんですけど、ノリはかぶれるし、落とす時にめちゃくちゃ擦りすぎちゃってパンパンに腫れてヒリヒリして痛かったから、私はノリは合わないなと思ってやめて、その次にメザイク、ピヨンピッてやってピッて貼っつけるやつなんですけど、それは両端を切る際にまぶたを毎回ね切りそうになっちゃうんですよね。それは私が不器用だったので、やっぱ私に合わないなと思い、もうこれに戻ってきます。これね、めちゃくちゃ簡単だからおすすめです。まあ皆さん使い方わかると思うんですけれども、もしもやり方教えてっていう方がいたら言ってください。したら動画にしてみようと思います。なので、コメントしてみてください。はい、ということで、私はこの3つを同時に続けて、1、2ヶ月ぐらいかな？うん、1ヶ月ぐらいかな？すぐなったからな。でも覚えてないけど、すぐ二重になれました。すごい重い奥二重っていうか、もうほぼ一重だったんですけど、すぐなれましたね。まあでも、今でもたまに右目がむくんじゃったりとかするときは、マッサージをたくさんします。はい、なので、奥二重や一重に悩んでる方は、ぜひ、やってみてください。はい、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。ではでは。